はい、ということで皆さんこんにちは、トランペットです。ここは越後湯沢駅でございますが、今回は国内で標定速度が最も速い普通列車に乗っていきたいと思います。それは130キロ運転を行う快速マリンライナーや関西の新快速ではなく、新潟県の北越急行北北線の列車に存在いたします。その名も超快速スノーラビット号という、列車でございまして、快速を超えるということで超快速というふうに、名付けられました。北陸新幹線金沢開業までに使用されていた北越急行所属の 6%1系 6%3系がスノーラビットエクスプレスの愛称を持っていたので、その列車を引き継ぐという意味でスノーラビットという列車名が付けられました。超快速スノーラビット号は他の北北線と同じ越後湯沢駅の0番線に発着します。かつて運行されていた特急白鷹号は隣の1番線上越線のホームに発着していました。現在は上越線の普通列車のみが発着しております。このホームで北越急行の車両同士が並んでいたのも今では懐かしい思い出となっております。時刻表を見てみますと、超快速スノーラビット号には2種類の停車パターンがあります。従来の快速列車よりも少し停車駅を絞ったタイプと、スノーラビットの名に恥じない途中停車駅も特急芥川号と同じ列車があります。そのため同じ列車名でも停車駅が大きく異なりますので、時刻表をよく確認してください。また超快速や快速列車の列車番号は4桁の数字が使われております。電車などで末尾に M というふうにつきます。紙一桁目に3が付与されているのが特徴です。また9時台の越後湯沢駅の北北線直通列車は超快速しかありません。9時14分発は越後ときめき鉄道の荒井駅に乗り入れる列車で、唯一北北線の車両が時鉄に乗り入れる列車でもあります。速達タイプはまさに特急白鷹号の後を継ぐ列車にふさわしいものとなっております。さて列車の入線シーンですけれども、廃止された特急白鷹号と照らし合わせてね、比較していきたいと思います。上越新幹線の高架の横を走っている様子がね、思い出されます。特急白鷹号の後を継ぐ列車ではありますが、1両のワンマン運転というふうになります。特急白鷹号は最長で9両編成で運転していたので、かなり短くなってしまった印象にあります。超快速列車ではありますが、側面の LED かなり凝ってありまして、超快速の英語表記は超ラピッドというふうになります。スペシャルラピッドサービスではありません。外国人観光客の方がこの列車を乗ってこの表記を見てどう思うんですかね。超ラビットというふうに表記されて、理解していただければねいいんですけれども、ちょっと分かりづらい表記かもしれません。停車駅のご案内いたします。この列車は越後湯沢を出ますと十日町終点直江津の順に停車をいたします。その他の駅は全て通過となります。ご利用の際には停車駅にご注意ください。青春18切符にてご利用のお客様にご案内いたします。この先北北線内青春18切符はご利用いただくことができません。青春18切符をお持ちのお客様で当列車ご利用の際には別途精算が必要となります。青春18切符にてご利用のお客様、いらっしゃいましたら運転手まで精算のお申し出をお願いいたします。この列車は9時56発超快速スノーラビット号直江津駅です。ご利用ありがとうございます。北北線超快速直江津駅ワンマン列車です。直江津までの途中止まる駅は十日町です。停車駅にご注意ください。お客様にお願いいたします。車内にはトイレがありません。駅のトイレをご利用ください。発車までしばらくお待ちください。列車は無事に越後湯沢駅を発車いたしました。途中の停車駅は十日町だけということもありましてね、かなり立派な列車でございます。HK100 型ですけれども、こちらかつて運行されていた、最高速度国内在来線最速の160キロで運転されていた特急白鷹号から、逃げ切る、性能を持っておりますので、加速性能はかなり優秀です。
だからといって HK100 型が160キロ出るかといえば出ませんけれども、それでも110キロに抑えられているとはいえかなり加速性能優秀でございます。また運賃表のディスプレイですけれども、越後湯沢駅発車時点で十日町駅までノンストップとなるため、一つ手前の新座駅までの運賃が表示されております。こうして見ると本当に特急八鷹号時代を思い出します。 JR 線と直通する三石あるあるの案内ですけれども、青春18切符の利用ができない案内は北越急行の場合は運賃表も兼ねる LCD に表示されます。JR 上越線内はカーブが所々にありますので、まだまだ HK100 型の性能を発揮しきれていないと思います。カーブが多いとはいえ直線区間ではかなり発揮しておりまして、かなり飛ばしております。キーンという、ね、音を立てて関西の新快速顔負けの走りをしております。さて、 JR 上越線の途中駅で唯一北北線の列車が一部停車する塩沢駅も当然、通過しております。かなり迫力のある通過となっております。 JR 上越線と北北線の分岐駅でありまして、北北線の起点でもあります六日町駅も通過いたします。特急博多号も1日1本だか2本停車していたかと思います。JR の区間の運賃は青春18切符を使っておりましたので、ここまで有効となります。さて、六日町を過ぎましたので、ここから青春18切符はしばらく無効となりまして、隣の北北ワンデーパスが今から有効となります。北北線区間の運賃は北北ワンデーパスにて代用させていただきます。JR 上越線から北北線に転線する関係で、速度制限がかかりますので、六日町駅の通過速度はそんなに速いわけではありません。もしかしたら特急博多号現役時代も、JR 上越線から北北線にね転線する関係で速度制限かかっていたかと思いますので、そんなに迫力のある通過はしてなかったかと思います。しかし、JR 上越線から北北線の転線が、完了しますと、思いっきり加速しますね。まさにこれロケットスタートというね言葉が似合うほど、もうこのかなり加速を始めます。北北線はかなり線形のいい路線でありますので、かなりね飛ばすんですけれども、それでも HK100 型の最高速度はね110キロということですけれども、国内在来線最速の特急が走っていた路線ということで設備はフル活用しております。特急博多号が160キロで通過するとき、かなりを恐怖に感じたトンネル駅の武蔵島駅を通過しております。超快速が通過するときもかなりね恐怖を感じることと思います。さて、速度を落としましたので、まもなく十日町に停車いたします。さて、十日町に停車していた特急博多号と比較してみますと、特急博多号が越後湯沢駅十日町駅間をおよそ22分で走破しておりましたが、超快速スノーラビットの場合は越後湯沢駅から十日町駅間24分で走破しております。たったの2分差なんですね。最高速度の違いはありますが、たったの2分差までね縮めております。さて、十日町駅を発車です。特急博多号と同じく直江駅までノンストップという風になります。9両編成の特急博多号が停車していた名残で、十日町駅のホームねかなり長くなっております。ただもうホームはね端っこ使いませんので、かなりねボロボロになってきております。さて、十日町を出ますと直江までノンストップという風になりますので、車内の運賃表は直江駅手前の黒い駅までの運賃がもうすでに表示されております。これが特別料金不要の超快速列車というのは、本当に素晴らしいことでございます。さて、日本で一番長い川の信濃川を渡っております。山岳地帯をですね、直線で建設したということで、トンネルも数多く存在いたしております。
なんと北北線の7割がトンネルとなっておりまして、携帯電話の電波もね届きにくくなるので、ちょっと携帯電話使う方ね注意してください。トンネル内でも最高速度をねほぼ維持しながら高速走行していることがよくわかります。特急白鷹号がね160キロでね走っていた時代を思い出します。列車は松田駅を通過です。ホームの有効長が短くあっという間に通過しております。北北大島駅です。3階建ての高架駅で、トンネルすぐそばにある駅です。駅名に唯一北北という、ね、路線名がつくものです。さて、トンネルばかりで飽きてきた頃だと思うので、このご時世ということで気を引き締めるために、十日町市が出している新型コロナ対策のあいうえお作文を読みたいと思います。十日町の都、隣の人とは2メートル間隔を。十日町の尾、お家に帰ったら手と顔を洗おう。十日町の蚊、会話するときは真正面を避けて。十日町の間、マスク着用を忘れずに。十日町の地、チェックしようね、自分の体調。ということで、新型コロナ対策引き続き引き締めていきましょう。白鷹号配信後も高速進行現時対応の信号機が残っております。スノーラビットの名に恥じない特急白鷹号気分をまだまだ味わえることかと思います。列車は西川大隅駅を通過しております。シュプール号が停車していた上りのホームがちょっと長くなっております。車体を右に左に揺らしながら高速走行しております。列車は久引駅を通過しております。北北線最後の駅となります。田園風景の中、高架線をひたすら高速走行しております。 JR 信越本線の線路が見えてきましたら、まもなく北北線としては終点の西潟駅に差し掛かります。 JR 東日本と北越急行の共同使用駅ではありますが、 JR 東日本が管理する駅です。北北線から JR 信越本線に転線しますので、速度制限がかかります。六日町駅の通過と同じく速度制限がかかっておりますので、迫力ある通過は見られないかもしれません。しかし転線が完了しましたので、西潟駅手前で一気に加速を始めるんですね。なので西潟駅の通過であれば迫力ある通過が見られるかと思います。特急白鷹号時代はね、 HK100 型が西潟駅を通過するなんてありえない光景だったので、これはこれで新鮮かと思います。青春18切符は JR 線の切符ですので今から有効となりますが、北越急行の北北ワンデーパスは無効となりました。本日はご利用いただきましてありがとうございました。あと5分ほどで終点直江津に到着となります。直江津駅は4番線に到着いたします。お出口は進行方向を向かいまして右側です。降りる際にお着のドアからボタンを押してお降りください。終点直江津駅でのお乗り換えのご案内いたします。春日山、高田、上越、妙高方面へ参ります。妙高羽山ライン普通列車の荒井行き、到着ホームへ隣3番線から10時54分の場所です。勝山、高田、上越、妙高方面、妙高、羽山ライン、荒井行き3番線から10時54分の場所です。なお、荒井行きは当列車からの乗り換え完了後は大中発車をいたします。荒井行き、ご利用のお客様は到着しましたが、隣のホーム3番線停車中の列車にお乗り換えください。さて、貨物駅もある広い黒駅構内を1両の超快速列車が高速で駆け抜けていきます。黒駅はですね、北陸新幹線金沢開業まで特急白鷹号が走っていた時は全ての列車が通過していましたので、まああまりね新鮮な光景ではないかもしれませんけれども、それでもやはりね駅を通過するというのはやはりね迫力があっていいものだと思います。特急白雪とすれ違っております。運賃、切符は駅改札でお渡しください。
さて、直江津駅に到着です。越後湯沢駅から直江津駅までスノーラビット号は57分で到着です。十日町停車の特急白鷹号は越後湯沢駅から直江津駅までおよそ52分で結んでおりました。その差はたったの5分です。また妙高羽馬ラインの列車にホームタッチで接続します。乗り換え時間は約1分で時間ロスがないというふうになっております。超快速スノーラビット号は東京駅から直江津駅まで来る場合、新たに開業した北陸新幹線上越妙高駅乗り換えと上越新幹線越後湯沢駅乗り換えでスノーラビット号を利用する場合と所要時間の遜色はない上に、運賃が1000円以上安くなるメリットがあります。また越後湯沢駅や十日町駅から北陸新幹線金沢駅方面のアクセスも抜群に良くなっております。直江津駅での妙高羽馬ラインの列車の接続が1分、上越妙高駅での北陸新幹線の接続時間が12分、最小限の乗り換え時間となり、時間のロスがなく金沢富山方面に行けます。北陸新幹線金沢開業によって北北線が不利になる状況においても、それをピンチではなくチャンスとして捉えているところにとても関心を持てます。超快速スノーラビット号に乗ってきたということで、最後までのご視聴誠にありがとうございます。